階段、お岩。生ぬるい風が吹く夏の夜、白い和服を着た一人の女が、とあるビルの裏口からすっと中に入っていった。ビルが建てられるずっと前の江戸時代、この土地には仲睦まじい夫婦が住んでいた。しかし、ある時、夫は妻を裏切り、他の女と恋仲になった。妻が邪魔になった夫は、妻に毒を飲ませ殺害した。しかしその後、毒によって顔面が腫れた妻は、亡霊となって夫に復讐を果たす。ここは、そんな曰くのある場所であった。白い和服の女は、そのビルに入ると、上品な所作で階段を上り始めた。4階、5階、さらに上層階へ移動していく。しかし、13階までたどり着いたとき、それまで軽やかだった女の足がピタッと止まった。そして、声を震わせながら、恨めしそうにつぶやいた。このビル、階段多いわ。